覧会に来ました。この展覧会にはロシアの全国からのロシアの伝統的なものが出てますね。ここは見るだけではなくて買うこともできます。本当に毎年ここに来るのは楽しみにしてますし、ちょうど今12月ですからクリスマスのためのプレゼントをここで買うのは最高だと思います。でここはおもちゃでも服でも買うことができますし、あとは展示会のようななんか展示会のようにいろいろ見ることでも楽しいですから、じゃあ一緒に歩いてみましょうか。
これは毛ですが、とても細くて軽くて、でも同時にとても高いです。これすごく人気です。こういうスカーフは寒い時着るとすごく暑くなりますね。羊の毛皮を使ってます。お菓子もあります。確かにこのお菓子はオリンピックの名所ですね。そして半日焼きのフレニックもあります。白樺の皮から作られているような豆腐や加工などもあります。なんでカミケの不思議は